今日は足だけ飛ばしてもらいますけど、何キロ落としたんですか？今6キロぐらい、6キロ、7キロぐらい落としました。あと何キロ落とすんですか？あと8から10ぐらいですかね。10キロいったらすごいですね。そうですね。何キロまで行く予定なんですか、そしたら？まあ、72から75ぐらいで仕上げたい。仕上げたいかなと思ってるんですけど。最高は90ぐらいあったんですか？そうですね。始めた時が89ぐらいだったんですよ。ああ、72っていつぶりぐらいですか？ああ、もうどのぐらいですかね。多分4、5年ぶりぐらいに。ああ、そうですか。じゃあでかくなってるんですか今？そうですね。筋トレ始めて。筋トレ始める前が73とか。ああ、そうですか。そのぐらいだったんですよ。で、筋トレ始めた時は痩せてたんですね。そうですね。そこから太ったんですか？太ったというか筋量を増やしたっていうか。そうですね、もともと絞るつもりでトレーニング始めたらどんどん大きくなっちゃったみたいな感じですね。その前は太ってたんですか？その前は太ってはないけど、そうですね、なんかどんな体型か、でもプロレスラーみたいな体型は体型でした。でもまあ痩せやすい、もともと70何キロやったらまた落ちるのも簡単でしょうね。そうですね、でもその減量が今回、まあ、去年1回やって、去年はどのくらいか、まあ、7、8キロぐらい落として終わったんで、ものすごく太りやすい人かと思いましたよ。まあ、二時のことですかね。でも増えやすいと思います。ああ、増えやすいですよね、この体とか。上も切れてきたじゃないですか、だいぶ。はい、すごいですね、これ全部。いや、全然違うじゃないですか。いや、それは楽しみですね。もともと太りやすい人かと思ってましたけどね。あ、でも絞るより多分太る方が得意だと思いますいやいや、いいじゃないですか。これ全然違いますね、前とね。はい、まあ、次回はちょっと上半身取らせてくださいよ。はいいやいや、全然違いますね。そうですね。今は何キロなんですか？今83キロぐらいですね。あ、いい感じじゃないですか。はい、まあ、ちょっと思ってたよりちょっと遅いんですけど。あ、ちょっと頑張ってください。でも最近また動き始めたんで、体重が楽しいです。また、まあ、落とすのも大変だろうと思ってたけどね、はい、楽しければ落ちますよね。そうですねぜひ頑張ってください。ありがとうございます。